皆さんこんにちは。また6月はですね、大学、日本経済大学でやるはずだったんですけれども、こういったウイルスが続いてしまったので、また自宅でこういう形でお話したいと思うんですね。とにかくこういうその一つの戦争ですからね、こういう仕掛けられた武漢ウイルスという戦争ですから、やはりそれなりの我々も戦いの仕方をしていかなくちゃいけないと思うんですね。単にこう今はただたくさんの症例が出てきたというかですね、でしかし死者が何人だっていうようなことで恐怖感を与えているという、これはもうそれなりの心理戦争ですからね。でメディアが徹底的にその不安を煽っているという。しかし多くの人々は、日本の場合はですね、他の国よりも10分の1あるいは100分の1ですから、そんなに皆さんもね慌ててないわけで、だからかなりこうそういう意味では中途半端な、感じがするわけです。やはりイタリアなんかの友達から聞くとですね、やはりそのこう家から出られなかったり、とにかく心理的な圧迫が強いということを言ってますし、誰々が死んだというようなことをね聞いてる率がかなり高いわけですね。でしかしそれも心理戦争、武漢ウイルス戦争、生物戦争っていうのはやっぱりそういうものを持ってるわけで、で私はねこの問題っていうのはこういう代表挨拶の時にもう言ってるんですけども、そのやはりどういうふうに対処の仕方をするかで、この前もこの授業挨拶の旅に行ってるんですけど、我々はですねやっぱりできる限りこれを活用しようと、活用するって言ったってそういう病気になってしまったら困るわけですけども、しかしですねこの率が非常に低いわけで、他の、国から比べてもですね、それからやはり精神的な意味でも日本人はですね、日頃清潔にしているというこのことはね、決してそんなに自分の身体そのものを見ればですね、調子が悪くなるかどうかっていうのはやっぱりいつも用心しているということが言えるんで。日本みたいに清潔な国はないということを世界で言われているわけですよね。インターネットでもどこ行っても綺麗だ、あるいは泥棒もいない、そして汚いとこもないという、こういうところが我々は自然にやってるんですけども、各国の人にとっては非常にこう珍しく脅威に見える。それから多くの人が日本にいてですね、安全だっていうことでずっと長くいたいっていう人がたくさん出てきているっていうことは皆さんもお聞きになっていると思うんですね。で、ですから日頃から我々が抵抗してるんだっていう、そういうことが普通言えるわけですね。で、そのこと、それから私なんかフランス人から、あるいは他の国から、日本人はなんでマスクしてんだって前から言われてるんですね。しかしマスクするっていうことは、自分がですね咳をしたりすると人にこう感染しないっていうか、そういう意味があって、非常にこう慣れてるわけですね。ですからおそらくマスクすることは日本人が一番慣れてるんだと思うんですね、世界でも。ただ息苦しい人はもちろんいるでしょうけれども、やはりそういう面もですね、我々はおのずから抵抗しているっていう感じがするわけですね。で今ですね、今6月14日ですけども、その
やっとですね、これが武漢でその発生したっていうことを突き詰めようとする、まあ、バイデンまでそう言い始めたということでですね、それからワシントン・ポストまでそう言い始めた。今までは全くこれ中国と関係ない、全く正反対のことを言ってた連中が、やっぱりもうそう言わざるを得ない、やっぱり自分たちも嘘をつかざるを得ないということでね。それからまあバイデンも外交においてはやはりあのトランプ大統領のですね、あれを継がざるを得ないんですよね。それだけまあトランプがですね強硬にやったわけで、それをこう一気に変えるなんていうことはできないんで、まあ内政だけは大統領令をねたくさん出して変えようとしていますけども、まあしかし体制がですね、やはりまあ外交でおいては中国がおかしいということを言った方がアメリカの利益にもなるわけですね。ですからまあそういうこう利益になるっていうことに基づいてですね、で日本、まあつまり中国自体の経済状態を含めてあらゆるところがですね、こうもう衰退し、あるいはこう崩落しているっていうかですね、崩壊しつつあるということが、まあ人々がみんな知り始めたと。ですからまあ去年までは幻想があったのね、去年は後年まではまだ中国が経済的に復興するんじゃないか、あるいはまあ今のところトランプがやられてもですね、なんかやるんじゃないかというようなことがあったんですけど、まあそうも言えなくなってきた。はっきりと中国を支持する人たちがいないということがね出てきたわけですね。まあ、ですからこの武漢ウイルスが明らかにまあ、中国によってその武漢のですね研究所から出たんだということがほぼ分かってきた。で私は去年ですねこの本を出してまして、でこの本はですね「最悪グローバリズム対決」という本なんですけども、まあ去年の6月に出したんですが、まあその時にここに論文をですね付け加えてるんですね。でこれ前書きということで「武漢ウイルスの真実を探る」っていう本を書いてるんですね。この雑誌をまあエッセイを書いてるんですけども、なぜ WHO 調査団の武漢ウイルス研究所を視察を調査団の武漢ウイルスを拒否したか、つまり中国がね、中共が。でこれをちょっと追及してましてですね、全く今言われ始めたことと同じことをすでにこの段階で書いてまして、これはまあ去年の4月頃ですかね書いたんですが、でまあここにですねこういうことを書いてですね、武漢市の医師は中国メディア在信ですね、1月下旬から2月上旬の20日間はウイルス検査キットが足りず、感染者とはほぼ同数の疑い例、ね、の患者が死亡したと証言したと。疑い例のまま死亡すれば新型ウイルスの死者として扱われないと。このほか自宅での死者数は市当局だけが把握していると語っていた。つまり単に疑っているだけだと死者の数に入れないっていうわけですね。だからおそらく今でもですね、まあウイルス、この武漢ウイルスだということがはっきりしなければ別の死者、まあこの死者には数えないということでね、こういう、まあ、インチキっていうか数え方をしているわけですよ。で1月23日の封鎖された武漢市では人が集まる葬儀は禁止され、で火葬後の遺骨がこの葬儀場に安置されていたと。で4月8日の封鎖解除を前に3月23日から遺族への返還が始まったが、葬儀場が8カ所のうち観光葬儀場では26日約200メートルの列が2つでき、
受け取りまで5、6時間待ちだったという。この葬儀場には出入りする運送業者によれば2日間で約5000個以上の骨壺を納入、建物内のホールには3500個が積まれていたと。まあ恐ろしいわけですよね。こういう、まあ、骨が入った骨壺ですからね。でこの間の死者の全てが新型コロナウイルスに感染したとは限らないが、アメリカ政府系放送局ラジオフリーアジアによると、感染拡大ピーク時の1ヶ月間に2万8000人の遺体が火葬されたという。いまだにこういう2万8000体の火葬がされたという、この1月の事件でですね、こういうことのニュースが入っているにもかかわらず、今だって船体でも数は本当にその1万以下ですからね。だからもうとんでもないフェイクニュースを続けているわけです。でまあ、ここのところでそういう意味でですね、やっぱ徹底的にその今武漢ウイルスっていうのが、まあ、ある意味で戦争だっていうことで、今この今月末ですか、まあ、その3つの戦争を今仕掛けられていると。そして一つはね、このまさにウイルス戦争であって、生物兵器ですね、これもみんな全部中共が仕掛けてるわけです。それから2番目はメディア戦争、これは左翼が仕掛けてるんですね。でこれはもう戦後のこうメディアが、あるいはまあ学会も含めてですね、言論がほとんど左翼によって牛耳られてる。まあ、私は簡単に左翼っていう言葉を使いますけどね、結局ね、結局共産党を、日本の場合は共産党を核にしたですね、まあご存知と思うんですけど、立憲民主党が今共産党と組んでやり始めましたね。ですからああいうふうに共産党が実を言うと職業的な常に左翼団体として常にいるわけで、この継続性がね一番共産党にあるわけですよね。私はまあ教科書もやってますけど、教科書のほとんどが、あるいはこの前学術会議のね話をしましたけど、学術会議に入っている学者みんな共産党なんですね。ですからこれがですね核になって常に日本の左翼運動のまあ一番核にいるわけですね。非常にこういわゆるまあ一つのこう団体ですからね、長くやってるわけですよね。他の団体はね、まあ時々出てきてはこういろんなこと言っても、結局は長い組織がないですから、長くやる。ですからあまり強みにならないわけですね。まあ泡沫候補を出しているような組織はほとんどダメなんですね。まあ、いずれにしてもですね、結局そういう問題が左翼によって仕掛けられていて、で今の朝日を含め NHK も全てやはり自覚なきね左翼言論をねずっと叩いてまあいわゆる発言しているわけですね。でこれによっていつの間にかですね、人々はこれが当たり前だような意識にされている。それから私たちの学問の世界でもですね、この非常に党派性っていうものが強くてですね、これをもう今は歴史観っていうのはマルシュ以外にはないんだということを人々に完全に学者に与えてるんですね。でもこれはもう真理だと、皆さん考えてみろ、あなたはいつもお金のことを考えてるだろう、お金の社会ですよっていうようなことしか言えない、そういうことをね、でやはりまあ真理だとして、後の歴史観、後の社会観はね全部嘘だというようなことを叩き込まれたわけね。だから戦後75年というのはそういう時代の、つまっても教育が受けてきた。ところがですね、人々は一人一人で考えてみてもですね、これはもう私は何度も言ってるんですけど、利益のために動いてるわけじゃないんですよね。
それからやはりたくさんの利益があれば何でもできるなっていうことは、やっぱりその時のこう勢いとか、その時のまあ人々の共通の意思、あるいは文化意思というかね、そういうものがないとですね、お金がいくらあったってしょうがないんですよ。ですからただ酒飲んでですね、博打やってるなんてことだけだと、それはもうほとんど、まあ完全に少数派ですよね。ですからやはり左翼が考えている、あるいはマルクシーが考えているほどですね、人々はそんな彼らの言う通りになるものじゃないんだと。で、まあ、特にですね、こう全てがやはり戦後フランクルト学派っていうね、1968年からこう爆発したある種のこう文化破壊、これをですね中心とした、いわゆる、伝統と文化を破壊していくっていうことが、あたかも彼らはね、そこもう完全にやったような気がしているんだろうと思うんですね。ですからこういう古いことを言うとですね、知らんぷりをするわけですね。あるいはそういうことがないかのごとく、またもう その理解もできないというね、両方あるわけですが、しかしね、そういうことじゃないんですよ。全てがやはりちゃんと続いてるんです。ですからね、そういうこう生活基盤、あるいは文化、歴史、文化をねこう継続する、それだけの風土っていうのは簡単に壊せないんです。ですからふと見るとみんな残ってるっていう状態がねあるわけで、私はまあ今神社仏閣を、前は仏閣、今は神社をねずっと調べて歴史を変えようとしているわけで、戦後はそれをあるのにもかかわらずそれを見ない、見なければ存在しない、存在しなければその人の存在さえね消してしまうと、そう思い込んでいる連中が左翼なんですね。で、左翼っていうのはやっぱりそういうことがねこう貧しく、その非常にそういう意味ではこう理解度がね低い、だからね全く教養がないんですよ。ですから今の左翼学者、左翼はもう前はね、少なくとも否定すべき相手を一生懸命知ってた、今はもうそれさえ知らないね。だからそれさえ知らないとなるとですね、空虚になるわけです。 ですからカルチャルスタディーズっていうのはまさに空虚な学問ですね。ですからそういうことがね今続いてるっていうことをお話したいと思うんですね。それから一つは、もう一つはですね、人神聖の資本論などという本が出てましてね、斎藤幸平さんっていうのは書いたんでしょうけど、非常に若い人で、こういう人が出てきてですね、新しいこれが理論だみたいなことでね、それに飛びついて、20万ぶれたとかなんか言ってますけど、この新しさっていうのは何の新しさでもないんで、結局資本論とかね、こういう言葉を使えばなんとなく左翼がこう新たなね生機を与えられたような気持ちになって、だいたい大学の先生たちはみんな左翼になってますから、こういう人たちが飛びつくわけだね。で、これで新たなこう左翼が誕生するみたいなところが、全くこれもある意味で焼き直しと言ってもいいんで、フランクフルト学派のですね最後のあがきと言ってもいいようなものなんで、斎藤さんという人がこのフランクフルト学派の戦後のねこう思想的流れを知ってるかどうかよく分かりませんけれども、要するにとにかくこういう気候変動なんかを武器にしてですね、それが資本主義がそういうことをしたんだというような考え方でやると、これはもう完全に間違えてしまうんですね。で、気候変動なんていうのはやっぱりもう長いスパンの問題ですからね、やはりこういうことをこう今更言い始めて、これが
資本主義がですね、CO2 をこうたくさん排出したからだというようなことを言ってですね、まあ、政治家を引っ掛けたわけですね。ですからパリ宣言あるいは京都宣言にしてもみんなやっぱりそういう政治家を引っ掛けてとにかくそれを巻き込んでですね、でこういうことがあたかもこう、まあ、大問題であるかのことを言っているわけです。だけどこれにね一番反応してないのは私は日本人だと思うんですね。なぜかというと自然というのはそんなものじゃないんだということを一番よく知っているからなんです。今だってこうね 70% は森ですから青々としているわけですね。どこがこうそれでやられたんだというわけです。まあ、確かにねまあ、アメリカの南部とかあるいはまあヨーロッパの場合も南部の方は本当にハゲ山ばっかしですからね。ですからそういうことがねあたかも実感できるかもしれませんけれども、しかしねそんなもんじゃないんだということをねやはりしっかりとこうこんなことをやっても別にそれで何にも変わりもないんだと。でやるべきことはもちろんですねやはり都市のね都市の汚染とかやっぱりいわゆるゴミ問題とかですね、まあ、そういう意味での汚染が中心になって後の全体的な自然変動っていうのはもう任せる以外ないんですよ自然にね。だからそれにいかに人間が対応しているかっていう問題、それからやはり一番重要なのは人間も自然の一部であると。ですからそういう自然が汚染されると人間も汚染されてるんだという認識ですね。ですから都市っていうのは非常にまあそういう汚染されてるんだっていう一つの言い方のまあ根拠になってるんですけど、日本はですね意外にそういうことないです。まあご存知のようにですね明治神宮なんていうのはまあ近代になって作られたですね神宮ですけども、青々として今はもう高まで来ているというね、自然状態が自然のままにも復活しているということがね、東京の、まあ、ある意味でど真ん中でもねそういう地域があるということで、まあ、日本がいかに自然というものがね復元していく早いかっていうのをまあ、考えることができるわけですね。まあ一応そういうことでですねこうまあグレタの顔をしていると本当にあんな16かないかでですねなんか叫んでるのを見るとちょっと、まあどうなどこれ何のお人形さんなんだろうというね感じがするわけで、自分で何も考えてない言われた通りのことを言ってキハキハ言ってるわけですね。ああいうタイプの人がねなんかたくさん出てきてるっていうのは、若い人があんなふうに染まってしまうっていうこと、これはもう本当にいかに大人がですね彼らをね説得できないか、大人が慌ててるか、だからそういうことがね左翼化してるかっていうことのね証のようなところがあるけど、まあいずれにしてもですね我々はそういうことを信じてもう一回現代をね考え直すということをしたいと思うんです。まあ一応ここで代表挨拶というところの話に変えます。どうもありがとうございました。